李アキヒロ、リアキヒロ、イミオンバク、1941年12月19日大は、日本の大阪府大阪市平野区出身の韓国の政治家。第17代大統領、ソウル特別市長を歴任。本願は、郷は、市松、イルソン。生誕時及び1945年までの日本での、通名は、月山昭広。現代建設社長。 国会議員、半奈良党などの要職を歴任した。2002年、ソウル特別市市長に就任し、都市改造政策等を行った。2007年12月19日施行の大統領選挙に出馬し、対立候補を大差で破り当選した。2008年2月25日、第17代大韓民国大統領に就任し、5年間の政権を正式に発足させた。 2013年2月24日に、第17代大韓民国大統領を任期満了で退任。1941年、京翔北道北欧出身の李忠、イチュンウ、お、父親、西府都市元、チェテウォン、お母親都市、四男三女の三男、第五子として、大阪府中河内郡上村、その後の大阪市東住吉区。 現在の大阪市平野区上南三丁目の島田牧場の社宅に生まれる。李中は1929年から島田牧場で働いていたが、終戦直後の1945年10月に、一家は日光線に乗って、父親の故郷である歩行へ引き上げた。その当時、高等学校への入学は限られた、少数の特権であった。彼のような大家族の場合、 一般的に長男が家族の希望のような存在であった。この場合、下の兄弟たちは兄や姉の教育費を賄うために自分の進学を諦めるのが普通で、彼も高等学校への進学を諦め、兄の教育費を稼ぐために母親の食品売りを手伝うつもりであった。しかし、中学校の教師が母親を説得し定時制の同士、ドンジ商業高等学校に進学することになった。 高校では、奨学金給付を受け、昼間は仕事、夜は勉学に勤しんだ。高校卒業後、ソウルのなし、退院に家族全員で移住した。その際に、金がなくて中退したとしても、高卒よりは、大学中退の方がましだとして、大学受験を決意し、生計側の古本屋で参考書を買い受験勉強を始めた。市場で家業を手伝いながら、 高来大学校小学部経営学科に合格する。肉体労働のアルバイトで学費を貯めて1961年に進学した。大学在学中に兵役を務めたが、重度の蓄能症と基幹資格調症により除代となった。1963年、高来大学校小学部学生会長になった。翌年に、同大学校総学生会長代行となる。 その当時学生による民主化運動はピークに達し日韓会談に対する抗議活動も非常に活発であった。1964年6月、北政規政権下の日韓基本条約締結に向けての日韓会談に対して約1万2千人参加の反対闘争を主導し、第6次日韓会談を中止させる6.3事態。これにより、 国家内乱戦動の容疑で逮捕され、最高裁で、懲役3年、執行猶予5年、西大門刑務所に3ヶ月服役の判決を受けた。このような経緯で彼は民主化の一世代とも言われるようになった。1965年に大学を卒業後、学生運動の経歴により、就職難に陥る。社員が数十人という零細企業だった現代。 建設の面接にたどり着くが、そこでも経歴に難色を示されると、僕大統領に手紙を送るなど、右寄りを経て入社する。不妊先のタイで強盗から金庫を命がけで守りて、州営の訓当を受ける。1965年、現代建設は、韓国初の海外建設事業となるタイのパタに、ナラティワート高速道路建設契約を520万ドル規模で、 受注し、1968年3月に完了した。この事業は、韓国の建設産業に、ベトナムや中東など、新しい海外市場の開拓を促進させた。リは、新入社員であったが、プロジェクトチームの一員として、タイに派遣され、帰国後ソウルの現代建設重機事業所に、配属される。1960年代、現代建設は、 ベトナム建設需要の停滞により、中東地域へ目を向け、アラブ造船、修理所、バーレインのディプロマットホテルやサウジアラビアのジュベール工業号プロジェクトなど、積極的に国際的なプロジェクトを手掛ける。当時、韓国の建設企業は100億ドル以上のプロジェクトを受注し、石油危機を克服することに貢献した。1965年の入社当時、 従業員90人ほどであった現代建設は、27年後に会長職を離れた時は16万人規模の大企業として成長した。1970年、現代建設在職中に、金潤生と結婚して一難三条を設ける。当時の韓国とソビエト連邦間の国交正常化過程においても、一定の役割を果たし、リークアン・ユーモト・シンガポール首相、 カンボジアの奮戦ンン首相、マハティール・モハマド元マレーシア首相、江沢民元中国国家主席、ミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領など、海外の指導者らと交流を行った。27年間務めた現代グループを離れた後、政界に進出することを決めた。十九歳で取締役、十六歳で社長、十七歳で会長に就任して、現代建設を、 韓国では有数の企業に押し上げた経歴から、現代の韓国を作った50人に選ばれるなど、立身出世した経済人として、政界入り前から名である。極貧の出身で、高校時代から5時間以上は眠らず、1日18時間、働くと言われるほどの猛烈人生は、すでに何度もドラマ化されたほか、野望の歳月、1990年、KBS、火の鳥、 2004年 MBC 現代建設を退職し、正解入りする際に出版した自助伝、強者は迂回しない。日本語訳は2008年10月に李昭弘辞伝として、新潮文庫より刊行は95年出版以来、韓国内で200版近く版を重ねるベストセーラーとなっている。1992年現代建設を退社して、 第14代総選挙で与党民主自由党民主党から比例代表候補として出馬し国会議員に当選する。選挙期間中にミハイル・ボルバチョフという一人の人間が持たした世界的な変革を見て私も何かしなければと考えましたと言及している。1996年第15代総選挙で新韓国党民事党が1995年に 透明解消した政党から、総理市小六選挙区に出馬し、統合民主党のロブン候補を破って当選する。しかし、彼の選挙参謀による不明朗な選挙資金の処理が明らかになり、選挙法の違反で700万ウォンの罰金が課される、前の1998年に議員を辞職して、渡米し、ジョージ・ワシントン大学客員研究員として1年間を過ごした。 大学で参加した演習で、環境の重要性に気づき、知人に誘われて訪れたボストンでの都市再生工事、ビッグディックから、後の整形側復元工事をはじめとする一連の都市プロジェクトのヒントを得たという。帰国後一時は金融界への進出を試みるが、御社により正解復帰が可能となり、2002年、ソウル市長選で当選する。しかし、 選挙活動を早期に開始したことで罰金を科される。ソウル市長在任中はインフラ整備を大々的に進めた。ソウル中心部を通り抜ける整形高架道路を取り除いて整形側を復元し市民の憩いの場だけでなく生態系の宝庫にした。ソウルの森はニューヨークのセントラルパークやロンドンのハイドパークのような市民の憩いの場を目指して1年間の工事の後2005年6月に オープンし、ソウル市民に40万本の木々や鹿をはじめとする100種以上の動物が生息する広大な自然空間を提供している。ソウル市長前のロータリーは2002年のサッカー W ハイ大会の際に文化空間、ソウルプラザとして整備され、2004年5月のテープカット以来、市民の遺恨や文化行事に参加する場として利用されている。 A 経済専門誌フィナンシャルタイムズの姉妹誌、フディは2005年世界の人物大賞に選定した。2005年11月8日、2007年大統領選で、左派政権継続阻止を掲げてい新保守運動のニューライト全国連合創立大会に参加している。2006年5月、タイム誌アジア版は、ソウル、かつてのコンクリートジャングルのシンボルは、 緑のオアシスにその姿を変貌させ、他のアジア都市に環境に対する愛情を教え込んでいると、整形側に素足を入れた李の写真を添えて紹介した。2007年10月、タイム氏はアメリカのアルゴア元副大統領と共に、環境の英雄に選定した。2007年5月10日、李は公式にハンナラ党の大統領候補選の出馬を表明した。 2007年末の韓国大統領選挙の前哨戦であるハンナラ党予備選挙2007年8月20日で牧金恵候補に勝利し大統領選の党公認候補となった。李は予備選挙期間にソウル道国道の土地投機絡みで告訴される。2007年8月、検察は中間発表で我々は道国道土地について李の兄の主張を疑うが 土地の本当の所有者が誰であるかは確かめることができなかったと述べた。2007年9月28日に検察当局は、同国道土地の釈明保有の疑いについて、我々は土地の売却代金の追跡や通話内容の紹介などすべての調査をして真相が究明されたと公式に事件を終結させた。2007年12月、大統領選挙の数日前に、李は、 自分の資産すべてを社会に寄付すると発表した。李は、大統領選挙を前にした、各種世論調査でも人気は、のきなみ1、2位となり、その勢いをそのまま本番に持ち込み、同年12月19日試行の大統領選挙で、与党系の大統合民主審党の候補である、帝党へを圧的大差で下して、当選を果たした。在日韓国、朝鮮人出身としては、 初の大統領である。理は2007年12月大統領選挙で48.7%の得票で大統領に当選した。しかし、投票率は韓国の大統領選挙史上最も低いものであった。2008年2月25日に第17代大韓民国大統領に就任。就任式には外国からの招待客や一般市民ら約6万人が参加。 日本からは、福田康夫首相のほか、中曽根康弘元首相、森吉郎元首相、重村利光総大教授らも出席した。彼は、大統領就任式で、経済の回復をはじめとして、韓米関係の強化や北朝鮮との交渉を誓った。彼は、特に、グローバル外交を目指すとともに隣国である、日本、中国、ロシアとのさらなる協調を追求すると断言した。 さらには、韓米関係を強化した上で、北朝鮮に関してより厳しい政策を実行する、いわゆるメガバイトドクトリンの促進を誓った、大統領の名前である秋広のイニシャルと経済学を結合したメガバイトのミクスは、李大統領のマクロ経済政策を示している。2008年4月に、大統領就任後初の訪米、訪日を行い、日本の TBSK 番組、 筑紫哲也ニュース23に出演し、タウンミーティング形式で日本市民と会話した。李明博ヒロの経済回復の革新は、韓国747計画。その計画は、毎年平均7%の経済成長、一人当たり4万ドルの国民所得、そして、韓国を世界七大経済大国にするものである。李政権は、国民が豊かで、温かい社会。 そして強い新しい韓国を目指し政策において進んだ市場経済経験則に基づいた実用主義、民主的な行動主義など市場に優しい政策を追求していい。最近、李政権は新しい国家ビジョンとして低炭素、グリーン成長を掲げた。韓国政府は2020年の温室効果ガス、排出目標をめぐって繰り広げられている。 先進国と開発途上国間の激しい攻防のか、橋になることを願っている。経済大統領として大きな期待を背負ってスタートした政権だが、4月に米国産牛肉の全面的な輸入再開方針を決定したことで国民の猛反発を受け支持率も2割前後に、急落、連日にわたって大規模なデモ隊の抗議運動を受けるなどして、出花をくじかれることになった。 韓米首脳は、両国で一部議員らの反対に直面している、両国間の自由貿易協定の批准を議論した。米国産牛肉輸入の部分的な解禁という、首脳間の合意が米国における、韓米 FTA 承認の障害を取り除くと予想される中、大勢の韓国人は、米国産牛肉の輸入再開に強い反対を表明した。 反対された理由としては出荷して30ヶ月以上、経った牛肉は安全性に問題があるということ、そしてそのことを政府側が誤魔化していたということが挙げられる。韓国政府は暴力的な集会は罰されると警告し、警察と集会参加者との衝突を防ぐための承知を取った。抗議集会への国民の支持は必ずしも高くなかったが、集会は2ヶ月以上も続き、 徹夜のろうそく集会は、本来の目的とは別に、反対勢力の激しい抗議に取り替えられた。集会場周辺に引き起こされた経済的な損害は、大きく、そして社会的な損失は少なくとも、約3兆7513億ウォン達した。しかし、集会に参加した市民たちが、暴力的な行為に走ることは、あまりなかったことや、 集会参加者と警察の衝突は主に警察側の過剰な規制などから引き起こされたことはマスコミに公正に報されていなかった。これは韓国で有力な新聞社三社、朝鮮日報、中央日報、東亜日報とも保守的傾向が強く右翼路線の大統領と結びの強いことに由来する。また政府側はろう集会に参加した若い主婦たちを無罪であるにも、 かかわらず、取り調べたり、ロうソク集会の背後に、過激な左翼団体が関わっていると信憑性の薄い、話を拡散したりした。しかし、米国産牛肉の輸入再開以来、米国産牛肉を買い求める人々はますます、増え始め、現在韓国国内では、オーストラリア産牛肉に次いで2番目の、市場占有率を確保している。秋には、リーマンショックによる、 世界同時不況とそれに伴う景気悪化、株価下落や急激な温安に苦慮するなど、頼みの経済でも活路を見出せず、綱渡りの政権運営が続いた。2008年の韓国通貨危機による傷は深かったが、中日外韓民国大使の剣明らを使って、日本の政治家や政府交換などにロビー活動を展開させ、スワップ締結に難色を示していた。 大韓強硬派の中川明財務大臣に日本国内の新韓派から圧力をかけて日韓通貨スワップ協定を成功させないか預金不足による投資家の韓国第二の IMF への危機感をなくさせ国外からの投資を呼び戻した同年12月の第1回日中間首脳会談では当時の麻生太郎首相と恩加宝国務院総理との間で 日本や中国とのスワップ枠を増額させる合意に成功した。日米中など他国とのスワップを得て2009年以降、OECD 諸国の中では最も早くプラス成長に転ずるなど、堅実な経済運営で評価を回復した。日米との連携を強化しながら望む大北政策もおおむね支持されるなど、外交も軌道に乗り、就任2年を迎えた2010年2月までには、 支持率も概ね4から5割台で推移、安定した政権運営が可能になっている。2012年7月に実刑の利消毒が拘束された時に、今更誰かを咎められないので全て私の不覚と謝罪した。その翌月に竹島上陸した。李政権はニーズに合わせた教育制度を導入し、学費の融資や相談サービスを提供する。 奨学財団を設立した。さらに、政府は授業料の支払いに苦労している人々を援助するための所得水準別奨学金系などを進めている。一方、政府は農産漁村地域に82の寮生公立高校を指定した。指定校には、総額3173億ウォン、平均38億ウォンの資金援助が行われる。メガバイトノミクスとは、 李大統領のマクロ経済政策を示す言葉である。李大統領の名前、秋広のイニシャル、メガバイトと経済学を組み合わせた造語で、京満式核財政部長官は、メガバイトノミクスの草案に一定の役割を果たしたとされる。経済回復の目玉は、韓国747計画。それは、平均7%の経済成長を成し遂げ、一人、 あたり4万ドルの国民所得、そして韓国を世界の7大経済大国にする計画である。李政権は国民が豊かで温かい社会、そして強い新しい国を作るため委任され、その実現のために進んだ市場経済、経験的な実用主義、民主的な行動主義など実用的で市場に優しい戦略追求する。彼は、 最近の米国発金融ショックと関連して政治及びビジネスにおける強固な協力関係の重要性を強調した。彼は信用危機に対処するための政策調整を目指す韓国、日本、中国の金融担当大臣会議を提案した。韓国政府の目指す外交は朝鮮半島の比較化の重要性の強調による4、強、 米日中路外交の回復として要約される。北朝鮮の核問題の解決には、6カ国協議のメンバー国との緊密な協力が絶対に必ずである。普遍的な価値と相互利益に基づく、韓米同盟の発展は、北朝鮮と北東アジア情勢のような問題における対応策や影響に最も重要である。南北関係の究極の目的は、 経済発展の達成や朝鮮半島に住む人々の幸福をもたらし南北間で相互利益を伴う比較、解放、三前計画に基づく。現在、南北の情勢は大転換の過渡期である。韓国は北朝鮮が核の野心を捨て心を開いたアプローチの採択による一層生産的な政策の追求が平和的な統一に貢献することを明らかにしている。 しばしば日本はドイツを見習うべきという趣旨の発言を行っていた。ロブゲン政権が当初は歴史認識問題に関してあまり積極的でなかったのにその後期に小泉純一郎内閣総理大臣の靖国神社参拝などを契機として歴史認識を問題視して批判的姿勢を強めたように近年の歴代韓国大統領は就任当初の対日方針が協調的であろうと 反友好的であろうと、大統領任期が末期に近づくにつれて、その出身政党に関わりなく決まって、反日強行姿勢へと変わっている。李昭弘大統領もその例に漏れず、2006年11月に訪日して、安倍晋三首相、第一次、安倍内閣次と会談した際には、韓国国民の三大懸案、イコール歴史認識、靖国神社、竹島を、 未来思考的な解決に向け、積極的な努力をお願いしたいと直接表現を避ける日本に配慮した姿勢を見せるなど困難を織り混ぜた態度をとっていたのだが、任期があと1年になる頃から、日本の歴史認識について大きく問題視し,して、対日態度を降下させ、これに大統領の意向で韓国側が、故意に竹島問題を絡ませた上に、韓国による、 天皇謝罪要求をしたことから、任期残すところあと半年の頃では、日韓の高級官僚による政府観光はほぼ断交状態となった。前政権時代、近代中、ロブゲンは無原則な対北支援策であったと批判した上で、北朝鮮の非核化を前提とする共存共栄を掲げ、以前の民族共同体統一構想を踏襲した形を示した。 二千八年二月の大統領就任式では北朝鮮による核の放棄と解放を条件に北朝鮮住民の所得向上を盛り込んだ比較、解放、三前構想を示した。翌月二月には南北経済協力の象徴とされる海上工業団地において構想の実行について提案されたが李性権の対北政策に不信感を抱いた北朝鮮側の理解が得られず、 上従する韓国政府関係者の追放、後には無限政権下で開通した北朝鮮との直通列車の運行中断に至る。2007年の大統領選挙に際し、リア・キヒロは韓国北部を流れる観光と韓国南部を流れる楽東校を運河で連結し、ソウルと富山を水路で結ぶという構想を公約に掲げた。もともとはリア・キヒロが 国会議員時代から持っていた構想であり、国会で提案したこともあるが、当時は現実的ではないとして却下された。韓国では、このソウル不残間の運河を、警府運河と名付けるようである。最終的には、全田道や北朝鮮にも運河を掘り、一つの運河として連結することを目標にしている。2007年6月4日の韓国水資源公社、国土研究院。 韓国建設技術研究院が行った調査の結果も収益性がないとしており、この構想自体に疑問を投げかけている。2008年6月19日、李明キヒロは特別記者会見で国民が反対すれば大運河事業を推進しないと事実上の撤回を表明し、国土海洋部も大運河事業準備団の解体を決定した。2009年6月29日、 現政権ではそれを連結する計画も持っておらず、私の任期内には推進しないと大運河建設を凍結することを明らかにした。韓国の四大河川、観光、楽東港、近郊、境山へ再生事業は、最近地球温暖化などで洪水及び、日照り被害が頻発するによって、根源的対策用意が必要な実情だ。 従来の洪水対策中心の水政策とは異なり、水不足解決、洪水防衛、地域発展の3つを柱にした、利水地水の多目的プロジェクトだ。総事業費は13兆9千億ウォンを予定で2012年観光を目指す。基本方向は、当面した、経済危機克服と未来成長エンジンの創出だ。李大統領は、この事業の意義について、 国家100年の体系と気候変動という人類の共通課題に対する備えになるということを認しなければならないと述べ、これは我々に与えられた大きな義務と強調した。大運河計画が頓挫したこともあるが、李大統領の今事業にかける意気込みは並々ならぬものがある。今事業で最も力を入れているのは将来の水不足に備えての用水確保と水質改善。 そして、文化が流れる四大河川というコンセプトも加味している。地域発展及び文化振興などを総合的に盛り込もうというもので、主要河川を生活、余化、観光、文化、グリーン成長を組み合わせた多機能複合空間に作り変える。経済効果も大きい。新たに19万人分の雇用が創出され、23兆ウォンに上る生産誘発効果があると試算されている。 韓国のハン・ロボルシュ、ハン・スンス国務総理は、四大河川整備事業は単なる建設工事ではなく、経済を回復させ、環境を復元し、文化の花を咲かせる韓国型ニューディール事業だと言った。また、李大統領は、四大河川再生事業は、選択的な事業ではなく、気候変化と水の管理観点とともに、様々な側面で必須的な事業だと発言した。 リアキヒロは英語教育にも非常な熱意を持っており、選挙期間中から英語教育の強化を訴えていた。当選後は一時、公教育の一部を英語で行うべきだとする意見を出したが国民の反対に相手返した。また、高卒でも英語を使えるようにするべきだという主張も言った。閣僚にキリスト教徒が多く、過去に キリスト教を持ち上げるような発言を行ったり、ソウル主を神に捧げる国家公務員の宗教調査を行うなどしているため、自身のキリスト教信仰からキリスト教を優遇しているのではという批判もある。2008年8月に割りに宗教差別をやめるよう訴える仏教徒のデモが勃発した。これに対して、李大統領は2008年9月に閣議で、 公務員の宗教差別を禁止する条項の新設を柱とする公務員含む規定改正案が緊急案件として上呈され審議した結果、含む規定に公務員は職務の遂行において宗教を差別行為をしてはならないという条項が明記された。また、2009年1月に初めて公職者の宗教を差別禁止を明示した国家公務員法と地方公務原法が 解本会議を通過した。これによって、今後、公務員による宗教への差別的言動は、懲戒の対象となる。実刑で、韓国の国会議員だった李承読とその側近が、2012年7月、金融機関や企業から巨額の違法資金を受け取ったとして、圧政収賄などの疑いで、韓国最高検察庁により逮捕された。李明弘は、テレビ演説で謝罪している。 李正独、い、三独前国会議員、当時77歳が、政治資金法違反の裁判で、ソウル中央地裁は李前議員に、懲役2年、追徴金7億5750万ウォン、約6300万円の実刑判決を言い渡した。李前議員の弁護人は、控訴する考えを示している。2012年に入り、 李ア・弘ヒロが指定として購入した土地の金額が同地域の他の土地より安かったことや土地の名義が別人だったことなどから購入資金を政府が不正に肩代わりしたとの疑惑が浮上している。韓国の検察は李ア・弘ヒロの長男の自宅を捜索したほか先に逮捕された実刑の李消毒からも聴取を開始している。2017年10月以降 BBK 事件に関連して 国家情報委員への政治工作を行っていた疑惑が浮上している。大統領在任中に国家情報委員により上納金を受け取ったり、事実上のオーナーを務める会社の訴訟費をサムスングループに肩代わりさせるなど、合計110億ウォンにも及ぶ収賄疑惑が持たれており、2018年3月14日の検察による取り調べでは、 国家情報院からの裏金を受け取るなど一部の容疑を認めたとされる。3月22日深夜に逮捕され、4月9日に起訴された。同年10月5日に、ソウル中央地方裁判所にて、懲役15年、罰金130億ウォン、約13億円が言い渡された。判決が言い渡された後半は、テレビ制中継が行われたが、李は、 この決定に反発し後半には出廷しなかった。なお、韓国の大統領経験者が逮捕され、有罪判決を受けたのは、全都間、露大具、牧金恵みに続き、李で4人目で、全員が保守派、右派の政治家である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。